つぶりだろう。なんか緊張するんだけどなんか緊張するんだけど、なんかめっちゃ緊張するんだけど。こんばんは、こんばんは。レアキャラ、レアキャラって何？あんましないからってこと？配信を。てかなんかさ、なんかさ、そう、久しぶり、お久しぶり。スイカの人、こんばんは。おくちゃんこんばんは。かもじゃないし、お久々。ほんとに TK になってるし。こっちさんこんばんは。いつ以来かわかりません。ごめんなさい。やばいやばいやばい、乃木坂ファンに怒られるそう、井上凪さんのごめんなさいのやつがめっちゃ流れてくるんですよ。こんばんは。いつぶりなのかも。そうだよね。ひなちゃんから生写真、あ、もらってない。なんかそう、ひながめっちゃ出たっていうそう面白いよね。なんで一番、なんかめっちゃ出たらしいね、ひなが。3期生で一番ショールームをしないことで有名な森末さんだ。いや、そう、確かに違う。あのさ、いや、これ言ったらいいかな。あんま、ちょっとなんかちょっとできない日が続いてたんですよ。トトちゃんさんこんばんは。ちょっと言い訳になるかもしれないけどね。こんばんは。ムーンのトトちゃんよけぜ、めっちゃ素直じゃん。めっちゃひーちゃんの配信いたよ昨日ね。いたね、昨日じゃないか、おとついぐらいのひーちゃんの配信に声だけ出演してた。そうで、なんかそう、こんばんは。とっちゃんぼやさん、姫会いたかった。クラッシーさんお久しぶり。ひーたん久しぶり。クリスティアーノさんこんばんは。しさんこんばんは。ひーちゃんの次の星たらい海満喫した。今日と、マサさん 2.5kg さん以来気になってます。ごめんなさい、気になってたのにずっと配信しなくってごめんなさい、本当にごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。生きてます、私は生きてるし、まあ、活動もちゃんとしてます。活動はしてた、活動してる、ちゃんとあのね、825終わってから少し休みがあったのね。少し休みがあって、その期間私ずっとあの関西の方にいて、そう、関西の方になんかこもってたんですよね。こもってたって言い方おかしいけど。倉敷行くね、倉敷行くね。ひーたんの写真でしょ。こうたこんばんは。玉木さんこんばんは。ひーたんの推しマグネットゲットしたら実家の冷蔵庫に貼ってあるの。恥ずかしくない嘘、すごい嬉しい。家族公認の推し、私もしかして。ラパーさん、毎日何してたんだろう、本当に何してたんだろう。なんかね、でもね、ずっと家にいたわけではなく、そう、広島にいたわけでもなくっていう、そう、なんかバタバタしてました、仕事以外でみたいな。そうなんですよ。てか、なんか、なんだろう、あのね、知ってる人は知ってると思うんだけど、その大阪にね、まあ、実家的な場所があるわけですよ。実家と思えるような、まあまあ、ほ、もう本当にそう、お家なんですけど、そのほ、家の方にずっといて、元気そうで。嘘、そんな久しぶり。嘘、待って待って、本当にそんな久しぶり。嘘、警察学校行ってたとか。行ってないわ警察学校行ってない、警察学校は行ってませんそう、会いたかったよね。頑張ってたらい、そう、頑張ってたらいこぎました。
あ、アイスクリーム、あれタンブラー、タピオカの、そう、さっきメールで送ったやつは、あれ答えはゆうなんでした。ゆうなんちゃんでした。ゆうなんちゃんがね、パッと姫野の携帯を取って、いきなりね、いきなりカメラアプリ、本当に姫野が普通にパッ、なんかあのそれこそひーちゃんの配信に少し声出演した時にベッドに寝転がってて、ゆうなんからゆうなんが来てパッと携帯取って、そう、なんか姫野のスマホのアプリの位置を全て把握してるかのような手際でカメラアプリ開いて、しかも姫野があんま使ってないやつね、カメラアプリを開いて、なんか勝手にエフェクトで遊んでてそう、勝手にエフェクトで遊んでてそうで、なんか変なエフェクト、変ななんかタピオカのエフェクトで遊んでて、それでなんか通称撮ったやつ、あれ絶対わかんないよね、でもあれだけじゃ。イエーイだってそう、兵庫は行ってないかな。入り口さん、こんばんは。しけんさん、うつみりねさんがメールに引いたん、とてもいい子で本当に可愛い、また岡山です。え、嬉しい。いつの、え、いつの、いつの、なんかね、そう、先輩なんかあんまり会わないんですよね。こんばんは。関西でイベントがあればすぐ行きますよ。本当にありがとうございます。また待ってますね。なんでやねん。あ、まだ当たってないか。まだ応募し、あ、そうだ、お話し会が今再販してるので、よかったらお待ちしてます、お待ちしてます、お願いみたいなやつあるよね。あ、待って、警察ってみんな署長さん、待って、あれさ、本当なの？ごめんね、私は、私の予定には入ってないんですよ私のこのスケジュールには、その所長さん、所長、一日所長のあれが入ってなくって、まあ今確認してもらってるんですけど、マネージャーさんに。そんな、すごい、なんでみんな知ってるの？私はそう、今日をファンの方のツイートで知って、えー何これってなって、で、そう、マネージャーさんに確認してもらってるところなんですよ。だから今こんなめちゃくちゃペラペラ話していいのかわかんないけど、でもみんながさ、こう言ってくれるから、そういうことね。警察の学校とかさ、なんかいろいろ話がつながった、いろいろ話がつながった、そういうことだよね、多分そういうことなのかな。3期生の最年長コンビの逆襲、逆襲、関西行ってよ。本当にごめん、海外行ってない。そう、旅に出てた、経営のノウハウ経営のノウハウ、まあまあ経営はね。そう、でもなんかね、私なんだろう、経営に詳しい人がいっぱいいて、周りに、そう、周りなんか知り合いとか、知り合いの知り合いだったりとか、まあすごい遠い人なんですけど、なんか自分で経営してらっしゃる知り合いがすごい多くて、そう、なんか、そう、それこそなんか、その前、その人に、なんかある、そのうちの一人の人に、なんか聞き上手だよねみたいな、だからこっちが何かを教えてても、聞き上手だから、聞き上手だし、そのそれに対してすごい質問を私はするらしいのね。で、私なんか自分より年上の人の話を聞くのがすごい好きで、そう、だからなんか聞き上手だから、それは武器にした方がいいよって言われて、ああみたいな、なんか武器というか、私はただ単にそう、自分より長く生きてる人の話がすごい好きなんですよ。なんか面白くないですか、自分って何も知らないんだなって思わされるし、私最近すごく海外に行きたい欲がすごいするのね。
そうで、STU の活動を休止して留学する夢を見たんですよ。これ本当にガチで、まあ夢なんだけどね。そう、留学する夢を見て、そう、そんな本当にそんな話ないよ。そんな話もないし、あったとしたらこんな今こんなとこで言わないし。でもなんかすごいあれなんだけど、めっちゃ海外に行きたい。なんか今なんで私がこの海外に行きたいかって思ったら、今めちゃくちゃ守られて生活してるわけじゃん。このめちゃくちゃ守られて生活してるわけで、その守られて生活してるし、確かにね、普通の女の子じゃ経験できないことをしてるし、普通の22歳が経験できないようなこともしてるし、普通の人じゃ見られない景色を、まあ、見てると思うんですよ、まあ、裏側だったりとかステージからの景色だったりとか。でもなんか確かに普通の人とは違うんですよ。ただなんかその普通の人と違うっていう、この違うけど、その違うのがすごい狭くて、なんかそう、わかるよ、なんか何贅沢なこと言ってんだって感じかもしれないの。だってただでさえそう守られて生活してて、めちゃくちゃ守られて生活してて、普段人が見れないような景色を見ててみたいな。けどなんかその中じゃなくてみたいな、その中ももちろん今頑張ってるしみたいな、見させて、見れない景色を見させてもらってるんだけどみたいな、もっとなんか自分の中で人生のこの何あれを広げなきゃみたいな、広げなきゃ、私一人で生きていけないと思って。そう、なんか私新しい病院に一人で行けないのぐらい、なんか22歳にしてはやばくて。そう、私今でもお母さんにどこの病院がいいとかさめっちゃわかんないとか、そのママが予約してみたいな、そんな感じだから。てかこれが多分なおさらなの。 STU48 に入ってこう守られて生活されしすぎて、まあ、大阪の時もそうだったんだけどね。大阪の時もなんだかんだ言ってその病院どこ行けばいいとかめちゃくちゃいろいろ聞いてたけど、そうけどみたいな、そう、その卒業の伏線とかじゃないよ、全然警察の世話にはならない。倉敷の一日ありがとう。あのね、そう、あ、本当だと、本当だよね。あれは分かんないの、私もアプリ把握じゃあ乾いたピョンカンゆなちゃんいいぞ持って今日のボイトレ厳しかったと複数人から聞きました。厳しかった、厳しいのかな。まあでもめっちゃ恥ずかしかった。急にその一人で歌うなんて思わないからさ、そう、急に一人で歌ってもらいますとか言って、みたいな。まあでもなんか当たり前にっていうか、そのストレートに言ってくれる先生だから、そう、これができこれ、まあちょっとなんかだから、それこそ私最初にあの暗闇をね、一人で、まあ会いたが一番最初に一人で歌ったのは会いたかったなんだけど、あの 2.5 期生、それは3期生だけのレッスンで会いたかったを一人ずつ踊ったのね。で 2.5 期生さんが含んでのボイトレのその一人で歌うのは暗闇が多分初めてで、でそんなさ、なんかあんまさ出会ってまだ数ヶ月だし、そんななんか話さないしみたいな、話さないしなんかお疲れ様ですしか言わない関係の先輩、まあ先輩、とりあえず先輩の目の前に暗闇を一人で歌うことになって、みんなね、みんなそう、暗闇をその時一人で歌ったんだけど、多分その時名前順で行ったのね。名前順で行って、姫野が最後じゃん、まあ、2.5 期生さんが先やって、3期生は名前順でやってみたいな。 それでまあ最後に歌ったのね。そしたらその時にすごいなんか姫野ちゃん音程合ってるって言われて、本当にその音程みたいな気まずいと思って、めっちゃ気まずい、やばいどうしようと思って。そうだからもう、でも
なんかフミナのそれが好きなのね。なんか変にまあうまく歌えてたよって言ってくれる人よりかは、本当にそれ音程合ってるって言われた方が、まあそうじゃん。なんかこっちもあ音程違うんだってなるし、だしなんだろう、緊張もあった。その時はその時は緊張もあったから、まあまあ言い訳なんだけどね、ただの言い訳でしかないんだけど、まあ、本当にね音程が違ったのかもしれないよ。あんだけずっともうデビュー当時 ST48 ができた、もうその当時からずっと、そのデビュー当時この暗闇がさリリースされた時からずっと聞いてきて、そうでメンバーになってさ歌ったら音程合ってるって言われて、もうマジでめちゃくちゃ悲しかったしショックだけど、まあそれはね、そのみんなの前で一人で歌う緊張感もあったんと思ってるの、一つの理由としてね。まあ本当にダメなんだけどね、多分音程がダメだったんだけどみたいなそれもあるみたいな。そうで今日ね、そうペダルを今さ何人か見たけどコメント、ペダルをね一人で歌おうってなって、そうペダルを歌ったんですよ。で今日の姫野のそのペダルのアドバイスは、なんかペダルってサビが高いんですよ、高いらしくて、高いんですよとか、なんかそんなあんま音楽のことちょっと素人なんで、高いらしくって、そうで多分地声で歌え、多分地声で歌う人、なんかなんだろう、私は地声で歌えなくて、そこのペダルのそのサビ部分がどうしても裏声になっちゃって、でもなんかあんまり裏声で歌っていいのか分かんなくて、なんか裏声と地声をミックスさせたような感じで今日歌って、で今日先生に言われたのは、その舞った時はもう裏声で歌っちゃっていいみたいな、その方が綺麗に聞こえるみたいなっていうアドバイスをもらって、そうだけどね、そうってなんで、なんか私はもう今でもずっとネタだと思ってるんだけど、なんかまあみんな歌い終わるじゃん、歌い終わって、まあ、人それみんなさ個人でさ、こここうした方がいいよとかさ先生に言われてさ、そうそうおでみんな歌い終わりました、でなんかうまかった人はみたいな感じで、なんかうまかった人じゃないか、なんかちゃんとサビが歌えてた人、うまかったとかじゃなくってちゃんとサビが歌えてた人みたいな感じで、なんかまあリオさんは当たり前じゃん、もうね女王リオさんは当たり前で、そうでなんか何なんかこんなバラバラめっちゃ言っていいのかな、このさこのリオさんはまあそのちゃんと歌えてましたみたいな感じで、後から先生が後から発表していってでその次にねひーちゃんが呼ばれてたの。ひーちゃんがそうひーちゃんはサビ上手だったってすごい褒めてもらってて、でおおってなってて、そうすごい先生がなんか迷い出すのそこで、でなんかめっちゃ迷った結果、なんか姫ちゃんみたいな感じで言われて、姫な先生に姫ちゃんって言われてるの姫ちゃんって言われてて言われて急にね、そう急にでもう姫なネタでしかないと思ってめっちゃ恥ずかしくなって、そうもう本当に恥ずかしくなって、そうでまた3人で 歌わされるわけね、その3人で歌ったの今日最後に、リオさんとひーちゃんと姫なで歌ってもらったんだけどそうねひーちゃんがなんか、ま、なぜかマイクを入ってない事件でそうでリオさん実質さリオさんと2人で歌ってるようなもんじゃん、声出してもうさ隣から聞こえてくるリオさんの美声がもう私が歌うことによってすごい崩してるように聞こえたので、リオさんってさすごい丁寧に綺麗に歌うからさ、その私はしかも振り付けで歌ってたの全部ペダルをね、そうまあでもリオさんはさもうブレることなく、どんなに大きく踊ってもブレることなくみたいな、そうってでひーちゃんはマイクが入ってないから
マイクが入ってなかったの、ちょっとそうで、あんま聞こえなくて、ひーちゃんの声が。でもうリオさんの声しか聞こえなくって、待ってちょっと待ってと思って、めっちゃ嫌な魔音じゃんと思って、魔音をなんかあれしてると思って、そうもう絶対ネタでしょ先生って言っちゃったけど、そうもうでもあれは本当に頑張らなきゃなって思った。歌はそう、ただその1回目一人で歌った時に裏声にした方がいいよって言われて、そこはその最後その3人で歌わせてもらった時に確かに裏声にしたの。出したらまあ確かに歌いやすくはなったの、歌いやすかったの、自分的にも変に変えなくていいから。そうだから、そう警察側のヒーターが一人オタクのポストでスケジュール、え、そうだよ、だからさ私マネージャーさんにごめんね、いろいろ話がコロコロしちゃって、もう行ったり来たりして、だから私そのマネージャーさんにこの、 あのファンの方のツイートをスクショしてマネージャーさんに送ってなんかこれ今知ったんですけどこれって本当なんですかって、そうぜひ、わかんない、そのちゃんとしたその1日警察署長なのか、そのなんだろう、わかんなくて、その私も何をどういう感じのイベントなのか全くそんな資料とかも何も来てないから何もわかんないんだけど、まあでもぜひぜひ来てください、来てくださいってこの前も言ったか、人生観、そうそうなの、そうなの、そうなの、オードリーで草ヒータンハモリです、オードリー違う違う、あのさ、おあのオードリーとかじゃなくて名前順でね、そうかわいい、ありがとう。私そう最近思ったの、ソロでも目指すのかな、全然目指すあれもないです、全然、そうそのソロとかそんな全然それで思い出したんだけど、ごめんソロとか全然その関係なくその歌のあれで思い出したんだけど、そうユラさんと遊びに行かせていただいたんですよ、遊びに行かせていただいたというかお仕事終わりにユラさんが次のお仕事がある前に少しそうカフェをしたんですけど、カフェお茶したんですけど、もう本当に楽しくって、なんかゆらさんのコミュ力がすごくて、そうで私ってなんかすごい喋ってくれ、なんかすごい喋られたらガーってすごい喋れるんですね、なんかお互いなんか気まずくてああみたいな人だったら姫野もなんかそうなっちゃうの、本当はそんなんじゃないんだけど、そうでもそうゆらさんはすごい楽しくて、すごいなんかそうめっちゃ喋っちゃった、めっちゃベラ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 喋っちゃって惹かれてないか心配なんですよね。でもなんかゆらさんがまたそう次のなんかこうなんかこうしようみたいな、そう次はおしゃれな服着てみたいな、そういろいろなんか立ててくれて、そう優しいでさ、うちの家族はみんなさその鬼レンちゃん見ててさ、リアタイでうちの家族もそうで、イケちゃんっていうなんかもうなんかもう みんなのイケちゃんじゃん、この全国のイケちゃんさんじゃん、そうでうちのさ家族もさそう知ってるからさ、そうすごいみたいな、姫野からするとゆらさんっていうあれで呼んでるけど、すごいこの家族に言ったらイケちゃん、もうイケちゃんさんっていうもうイケちゃんっていうあれになっちゃってるから、家族の中でそうイケちゃんとなんか遊んだのみたいな、あのイケちゃんと遊んだのみたいな、そうおばあちゃんもびっくりしてて、すごい、あれもう姫ちゃんって呼ぼうかな姫ちゃん呼びとか実は先生まひちゃん違う、そうだまひなさんもさ姫ちゃんって言ってくれるの、そうなんか姫ちゃんって言ってくれる人結構あれよね、あれ好きだよ、姫ちゃんって言ってくれる人、お母さんとかもたまーに姫ちゃんって言ってくる、たまーにね、そうなんか
クリスマス大阪に住んでた時ね、まだそう、なんか LINE で可愛い姫ちゃんにクリスマスプレゼントみたいな感じでなんか LINE が来てて、すっごいしょうもないなんかあれだったけど、しょうもないとか言ったらあれだけど、なんかタップしたらメリークリスマスっていうさあれが出てくる。お母さんがねなんか送ってきて、なんかプレゼントが欲しかったなっていうギフトが欲しかったなっていう、なんかそう面白いよね。そうたまーに言われる、たまーにね。でもお母さんはただ、そう音楽そのボイトレの先生とあれまひなさんは姫ちゃんって言ってくれる。そうひーたん自信持って本当にライブでリオさんと一緒に歌う時あるけど、森瀬みなの声量だからそう、私声量がでかいから、そうか綺麗に歌ってないの、だからリオさんの声を邪魔してると思って、歌声を。それこそ私はちょっと後半の方、それに気づいてから、どの辺で気づいたかな、わからなくなるぐらいでちょっと音程を自分の声量を落としちゃって、そうん、いや次世代 STU すごかったじゃない、本当に。なんかねこの前ね反省会みたいなのがあって、定点で見たんですよその時の映像もうなんかさ恥ずかしくて見れない。定点でマイクを落としちゃったところがさ、もうすごいなんかすごくて本当に見てられなかった。そうまあでもなんかそうマネージャーさんも次また前しか向かねをやる時があったら、そうリベンジしようっていう、そうっていう話っていう慰めをしてくれました。佐々木舞香さんし、あとハプナマンバズすごいじゃん、すくんすごいじゃん、ひーたんのバズらして本当に。そう1時間ほど交通安全の呼びかけの、そうなんだっていうかなんかそう見た、それちょっと見たんだけど、この間の倉敷の感じなのか、そうグッズまたカップ麺かなどうなんだろうね、グッズは分かんない、私もう本当に何も資料が汚い、資料というか何をするのかも分かんないから、いけないよ、うん、じゃあ写真で。最高キラすごいじゃん、うまいんじゃん亀子福君。でも福君が撮る亀子見てるけどうまいよね、すごいレタッチっていうの、あれ なんていうんだ、なんかわかるよ。しきりさんこんばんは。そうゆらさん違うラーメン屋じゃないちゃんとカフェに行った。ゆらさんから聞いた本当に、うちひーたん、そうこんばんは、くまねっぱひーたん相手が、どうなんだろう、なんかね、でもそんなこと、相手が絶対相手が喋らなきゃいけないっていうタイプでもないんだけど、そう、いけちゃんさん、いや夢ないよ、福山のいけちゃんさんね、すごいよね、歌声大好き、カートルありがとう、森ちゃんこれから姫ちゃん、いやそのファンの方はまあどっちでもいい、誰でもいいとか言ったらあれだけど、誰でもいいとか言ったらあれだけど、どういう言い方でもいい、なんかそのなんだろう、姫ちゃんって呼ばれるのがあんまりないから、でもファンの皆さんの中ではさ、もうひーたんがさすごいあれじゃん、定番というかさ、そう誰だ結婚して、あっくん結婚して結婚してだといいのか、姫なで
小さい頃親になんて呼ばれてた？なんて呼ばれてたでしょう。もうこれさ、めちゃくちゃネタにされんの、地元の子に。小さい頃は恥ずかしくて言えない、自分、お母さんが自分の、今もそうなんだけど恥ずかしくて言えないんだよね、お母さんが姫野のことなんて呼んでるか。でも家族全員、お兄ちゃんが姫野かな、弟、なんか弟とさ、弟いつの間にか会わないうちにすごいなんか大人になっててさ、なんか喋ってくれないんだよね。喋ってくれないんだよね弟。てか何喋ればいいのかわかんない、なんかもうなんか冷たいし、なんかずっとスマホ見てるから、そう、な、何喋ればいいのか、なんか昔みたいに、だから寝てる時にちょっとほっぺ触ったりはする。私の中ではさ、ちっちゃいままのさ弟だからさ、私だってほらもう高校卒業してすぐさ大阪出てるから、大阪に行ってるから、この成長、一番成長する時期を見てないわけですよ。まだギリ、まだ甘え、あ、まだお姉、なんかまだ甘えるっていうか、まだ弟感満載な弟の時に、私はその家をおか、なんかそう、おもう見なくなったから、なんかすごい、なんか気づかないうちにさ大人じゃないな、なんか姫野が多分時が止まってるだけなの、そう、時が止まってるだけなんだけど、なんか違うの。そうで、そう、この前ね、その大阪に行った時に、その帰りに赤福を買って帰ったのね。赤福っていうあるじゃん、お餅、赤福を買って帰ったの弟にね。私本当にお土産なんて買って帰らないの、どこに行っても家族にお土産なんて買って帰らないの、なんかあんまりなんか食べるイメージないし、そのお菓子とか、そうで有名な551とかもさ、買って帰る時はあったの、買って帰る時はあったんだけど、なんかあんまりなんかみんな喜んで食べるようなあれじゃないから、そう、なんかそうで、とりあえずなんか、あ、本当にあんまりあれかなと思って、そう大阪でね、まあ大阪のものじゃないんだけど、あの赤福が売ってて、弟は赤福好きだったなと思って、私の記憶の中の弟はね。でなんか、まあ、買って帰ったのね、そう駅で買って、そう本当にお土産なんか買うあれないけど、なんかかなんかそう、まあ好きだったなと思って、時間あったし新幹線乗るまで、そうで買って帰ったら、弟がね合宿でいなかったの、家に。そう、家なんか部活の合宿でずっと家を開けてたらしくて、何泊か、そうで、そうで帰ってきて、次の日の朝かな、朝ごはんにね、赤福食べていいみたいな感じで、なんかお母さんに聞いてて、お母さんに聞いててか、なんか赤福を食べてて、なんか嬉しくなって、それだけで、そうそうそう、なんか嬉しかった。今月の日ちょっと、ありがとう、くまねパパ、会えるの、じゃあリオさんが上すぎるから、いや本当にそうだよ、あなんか小林がいる気がする、マイク飛んだ後のナビ先輩の顔よ、いや本当にそれな、申し訳ない本当に、いやもうナビさんに限らず多分あの辺みんな思ったと思う、マイク飛ばし、ビギナーすごかったね、岡山警察ね、確かにありがたいですね、わたさんこんばんは、カップ麺美味しかった、美味しかったよね、あれショールームでイキちゃんさんがヒータンとのイキちゃんオーディションのこと、嘘、何言ってた、なんか虫いる気がするんだけど、最悪、え、何言ってた、3期に姫ちゃん呼びにするよ、ね、絶対無理だよ、あの子たちはもう絶対無理だよ、姫ちゃん呼びなんて絶対無理だよ、3期生は3期生で姫ちゃん呼びはもう絶対無理だよ、もう3期生はね、姫菜の全てを知ってるから、そう、なんかやだ、違える気がする、
私話すかもしれない、私が引いたの。あのさ全然喋って、家族から姫様指じゃない、メナちゃんとか、うわどうだろう。そう合唱コンクールに来いって、そう来いというか、大阪だな姉が美人、絶対そんなことないよ。だってさ、え学校隠してるのかな、お姉ちゃんがアイドルしてること隠してるっけな、なんかわかんない、なんか隠してるのかな、わかんない、なんか隠してるのか、隠してるって聞いたことあるようなないような、お姉ちゃんがそう隠してる、なんかねわかんない、どうなんだろう。そうでもね、そうこのね隠してる割にはね、あのねこの今近くにあったんだけど、このアベマさんの水ね、これそうアベマさんのこのさ、このアベマさんのそのあれでもらった、そのバズレの時の収録 の東京に行くたんびにもらってたこのお水がね、すごいそうもらっててこれめったにそうわかんない、このあんまなんだろう、この何売ってないじゃんこの水って、わかんない売ってんのかな、わかんない、私は売ってんのか、売ってたら申し訳ないんですけど売ってない気がするんですね。そのそうで弟家族に持って帰ったんですよ。で弟にそれをそれなんか弟がそのインスタグラムのストーリーに載せてたんですよ。そうででもさ、こんなんもらえるわけないやん、なんか身内でさこんな、そうどっからもらったんっていうさ、アベマのその水なんて、でも載せてたからわかんないけど多分隠してる気はするんだよね、お姉ちゃんがこういう活動をしてるっていうの、わかんないけどどうなんだろう、なんか隠してるって聞いたことあるようなないような、そうシーに戻ってヒータン楽しい、カメコしたい、サンキミルクなめん、あ心動いてるグルフェア着てどグルフェア可愛かった、ピンクの、そうてか私あらまた載せますね写真、 X やばい全然更新してない、てかそのゴルフウェア、そのもともと違うやつだったんですよ、ただピンクのやつが可愛すぎて、ピンクのゴルフウェアが、そうでゴルフウェアえこれがいいみたいなこと言ってたら、これ着るって言ってくれて、でピンクになりました。ワイマー赤服食べたい京都の生八つ橋美味しいよね。でさ、お兄ちゃんが多分小学校の6年生の時に多分京都に修学旅行行って八つ橋を買ってきてくれて、それで初めて食べたのね八つ橋を、それがすっごく美味しくて、もう自分が京都、その自分が修学旅行で京都に行くのがすっごい待ち遠しかった。なんかでも私小6の修学旅行全然記憶ないんだよね、全く記憶がないの。てか私そう最近お母さんにも話したんだけど、昔のこの幼稚園の頃の記憶とかがさ全くなくって、で記憶あるのがパラバルーンの中の景色パラバルーンって知ってる？みんな、なんか入るの、なんかこんななんかマントみたいなやつを園児みんなでなんか、ま、なんか演技するの、演技というかなんかパフォーマンスみたいなのして、その中に潜り込むの、最終的にそのパラバルーンの中に潜ったこの周りのこの景色はめちゃくちゃ鮮明に覚えてるの。そう多分あれ以降幼稚園の記憶っていうのが本当になくって、そうお弟みたいにヒータに可愛がられたい、可愛がるよ全然、嫌じゃない、でもこんなさ可愛がられるの、男の人って可愛がられるの嫌なんでしょ、朝から赤くんねさ最近会いなくて、カタラーナ、カタラーナってなんだっけ、わかるよ、カタ待って待って、わかるよとか言って、カタラーナってなんだっけ、カッチカチのやつだっけな
サンキ姫ちゃん呼びしたらボコボコ、いやじゃあボコボコとかじゃなくって、多分向こうさ、サンキのみんなが嫌がるから、え姫ちゃんとかいうキャラじゃないしみたいな、そうほう、すべてそうすべてを知ってるから、姫なんかそうすべてを知ってるから、絶対姫ちゃんとか絶対呼べないよみんな。娘がお土産買ってくると、ルパさんこんばんは、何歳ですか？22歳です。思い出せる恋をしようの夢見のルケッチ大好き、すごい夢しちゃったんですか。そういえば今月しなきゃ、気づいたよ気づいたよ、ちょっと顔シュッとした、本当にその後すごい落ちたけど、うん見た、それも隠してるとか自分から言ってないんじゃない、そうなのかな、自分から言ってないのか、改めて聞いたらお姉ちゃんアイドルってすごい、すごいのかな、誰だ結婚して、あんこさん、あんこさん結婚してって、本当にいいんだね、姫野と結婚して後悔しないんだね一旦非売品だよね、そうメルカリお姉ちゃんアイドルさ、隠したい気持ちも言いたい気持ちも、なさそう、あの弟には、あの弟には絶対ないよ、自慢したいとか、お姉ちゃんがアイドルだから自慢したいとか絶対ないと思う、あの弟とかって可愛いんだけどね、いつまでたっても赤ちゃんのまま時が止まってる私は。そうなんかさ、もうワンコもそうなんだけど、あずきちゃん、あずちゃんね、あずきちゃん新しく迎え入れた子ね、あずきちゃんとかもなんかちっちゃい頃を見て知ってるからさ、なんか大きくなってるのね今めちゃくちゃそうなんかさ、赤ちゃんの頃と違うってなっちゃうの、顔もそりゃそうじゃん、まあ、成長するからさ、なんか顔も違う気がするの、顔もすっごい赤ちゃんだったような気がするの、あずきちゃんなんか今もう全然違うの、4ヶ月5ヶ月とはゆえまだ赤ちゃんなんだけど、なんかもう顔が違うの、本当に最初の頃来た時の本当にパピーみたいな、もうそう赤ちゃんじゃなくなっちゃって顔が、そうだしなんかすごいさ性格が荒くて本当に女の子なのっていつも思う、あずきちゃんに対しては、そう本当に女の子じゃないよあの子はじゃないぐらい、わかんない、その犬そのワンちゃんなんか女の子だから男の子だからとかそんななさそうだけど、性格がどう女の子だからおとなしいとかなさそうだけど、そうでもなんかもうめちゃくちゃ荒くて性格が、ま、もうなんか自分を見てるみたい、弟くんに合わせは家族の違う、弟がそうストーリーっていうものを撮ってたのを見てたか、見たの弟のストーリーを見たんだけど、撮ってる瞬間を見たの、撮ってそう確かにね、ピンクの絵嬉しい、ありがとうくまねパパ、生八橋美味しいよね、お団子部屋みたい、お団子部屋したことないな、どっかの遊園地、ひすみんの可愛い子来たところは覚えてないのね、ひすみんよ、ひすみに、だって全然覚えてない、ベビーカーからの景色とかさ覚えてる、みんなベビーカーからの景色、もう一生乗れないじゃん、あんなベビーカーの中の景色なんて一生 見れないじゃん、わかる、このあのちっちゃいベビーカーの中に入れられて、あのシートベルトされて、あのベビーカーから見えるさこの周りの景色なんて覚えてるなくない、もうすごい見れないじゃんあれって、あの時しか、1234歳、何歳まで乗るか分かんないんだけど、あの時の記憶ってなくない、みんなでもあの時の記憶ってすごい絶対覚えてた方がいいじゃん、だってもう一生あの4年間ぐらいしか見れないんだから、でもそのさ4年、4歳の頃の記憶なんて何もなくない、私何にもないんだけど、だから私なんか自分赤ちゃんの時代あったのかなって思うの、そうめっちゃ思う最近、そう中に入って甘やされたい蹴られたい、やばい、もうド M だよねみんな、かすみはからかう感じで、そうきゃかすみなんか
なんか今勉強合宿みたいなやつに行ってるらしくって、かすみんね、なんかそれ急に LINE 来て、うん、キモって返しちゃった何そんな会話したことないから、なんか勉強のことなんてさ会話したことないから、かすみんとなんか勉強合宿行ってるみたいな LINE が来てキモって返しちゃってそう、今頑張ってるらしいです勉強いきなり来たの、いきなり来たの、本当にいきなり勉強合宿して、なんかずっと変な LINE というか、何日空いてる、何日空いてるみたいな LINE しか来なくって、でも私はそのちょっと休みがあって、そのレッスンが入ってたから、あもうわかん、なんか空いてないみたいな、空いてないって言って、でなんかすっごい先の予定まで言ってくるの、うん、じゃあ何、なんかそう10月の話とかしてきて、はもうわかるわけなくないみたいな、そうで今日そう、そしたらそういう話をしてたのずっと、そしたら勉強合宿来てるみたいなそう言われて、そう勉強合宿なんて行くんだかすみんがと思って、その強制なのかこの自由参加なのかわかんないけど、勉強合宿って強制なことある？私かすみんが自分で参加したんじゃないかなって思ってて、まだわかんない、詳細とかがわかんないから、あ強制なのかもしれないけど、仮にね、もし自分の意思で勉強合宿に行ったのであれば、なんかすごいなんかありえないじゃん、なんかかすみんがそうガチなんだと思って、あんこさん頑張って震えてんじゃん、クラシック部、え、そうなの、たわすずさん本当に嬉しい、みんな見たいのね、姫野のケース姿が大丈夫？本当に45分、やばいやばいやばい、ありがとう、あっという間だった、逮捕、何逮捕プレイってひどい、違う免許、違う免許とかじゃなかった、普通の学校の多分免許じゃない気がする、そう免許合宿とかじゃない、免許合宿あるね確かに、違う、そ免許じゃなかった、そう急に来たんだよ勉強合宿とか言われて、そうありえないじゃんかすみんが勉強合宿なんて、でも思うの、多分かすみんって勉強できるんだよね、あの子なんか高校受験のために、受験、高校受験のために勉強頑張ったみたいな話をめっちゃ聞くのね、だから私高校受験のために勉強なんて頑張れないから、そうだからかすみんって多分勉強できるんだと思って、そうでさ、行きたかった高校にも入ってるわけだから、それなりに多分勉強したんだろうなと思って、意味わからんでしょ、かすみん勉強頑張って励ましてほしかったな、いや 励ました、その後にそう、そう頑張ってそうそれ、もう一つ面白い話があって、知ってる人いるかわかんないんだけど、広島県に正直村ってあるの知ってる正直村ってあるの知ってる、正直村、正直村っていうのかわかんないけど、多分正直村でも伝わる人は伝わると思う、知ってる人いる正直村って、でなんかすごい綺麗なところで、自然のね、自然の中にあるなんかあるところらしくって、ちょ今調べてみたら多分わかると思うんだけど嘘村もあるんけちょっとやめて、違う、そうそうかすみできる子だと思う、ちょっと聞いて、そのね、あのね、正面見下してない見たら正直村、嘘村やめて、違う、そのじゃあ正直村って言わないのかも、ただでも正直村って調べても多分出てくると思う、 TikTok とか、そう、それで今日 TikTok 見てて、その正直村っていうのが出て、正直村って読まないの、あれって、もしかして、もしかして正直村って読まない、正直村って読まなかったらごめんなさい、わかんない、その TikTok で出てきて、そうでかすみんなんか正直村知ってるって、まあ正直、まあ正直村ごめんなさい、今正直村って言うんですけど、正直村知ってるってLINE 送ったのねそしたらなんかすごい知ったかのように、あー映画のやつねとか送ってきたの映画、なんか映画のやつねとか送ってきて
うん、ってなって、私はその正直なやつの地名のことを言ってんのに、なんかカスミンが「ああ映画のやつね」って返信してきたので、待って、この人なんかなんかと勘違いしてるなと思って、確かになんとか村シリーズあるじゃん、そう、あの「犬鳴き村」とかさ、何十なんか「なんとか村」っていうホラー映画あるじゃんでなんか多分知らないの、かすみはこの地名本当にあったでしょ、あるでしょ、そうで、なんか正直村みたいなところに行きたいなと思って、かすみに正直村知ってるってそう言ってたら、なんか「ああ映画のやつね」みたいな、なんかすごい、なんか映画だと思って、なんかそう見に行かないよみたいな、なんか言われて、勝手になんか断られて、だから村なんか、だから、かすみホラー映画無理なのね、で姫だってすごいホラー映画を誘うの、かすみを、だから多分正直村はさ、こっちはさカフェって認識してさ、海辺というかその自然の中にあるカフェだと認識してこっち誘ったのに、そう、なんかかすみはなんか、ああ映画ねみたいな、そう、なんか多分その犬鳴き村とか、そう、牛首村とかさ、この樹海村みたいな、この村、そのホラー映画の村をなんか多分思っちゃって、そう見に行かないよみたいな感じで来て私何も誘ってないのに、なんか勝手に振られた、勝手に断られたから、もうかすみんとは行きませんもうかすみんとは行きません、かすみんとは行きません、もう、そう、もう勉強頑張ってくださいって感じ調べたけど正直村広島、そう結構遠いの、結構遠いし、もしかしたら多分車がないといけないんじゃないか説が出てんの、わかんないけどね、そう、ただすごい私はこの TikTok を見ててめっちゃ、すごい綺麗と思って、こんなとこ あるんだみたいな、そうだから、そうだから勝手になんか振られたから、もうかすみは誘いませんそう、誘ってないのに振られちゃった、かすみトラウマ、そう、築地上村はなんだろう、そう読むのかな、面白いよね、だから何も言ってねえよと思って映画じゃねえよと思いながらそう、本当に面白かった、一人で笑ってた。タニさんこんばんは。カスニーの車使うしかまあね、カスニーはね優しいんで、そう、カスニー優しいと思う、お兄ちゃん界隈の中では。カスミそういう早とちりも勉強ね、本当に直してほしいねまあね、姫野がね、そのホラー映画を誘うばっかりするがゆえに、そう、なんとか村シリーズ正直村っていう映画って何なんと思ってさ、何も怖い要素なくない、その牛首村とかさ、もうなんかもうタイトルで怖いやん、樹海村とかさ、そう、まあ、犬鳴きはちょっとなんかあれ犬が鳴く村なのかなみたいな怖い要素はないけどさ、この樹海村とかさ、樹海なんてありえ、もう誰が見ても怖いってわかるし、犬なんか牛首村なんてさ、もうどう見ても怖いやん、もうさ、正直村って何が怖いみたいな、そう、ごめん、正直村じゃなかったらごめんね、そう、ごめんなさい、本当にごめんなさいって感じなんだけど、この人の前に立つ発信者として、正直村じゃなかったら本当にごめんなさいって感じなんですけど、正直村っていう映画ってなんやねんと思って、そう、もう本当に、そう、面白いよね、本当だよ、村ってついたら怖いね、本当に絶対そうだよ、かすみの中で世にも奇妙な、確かに勝手に想像されてでしょ、北広島の結構遠いんだ、でも遠、まあ、そこまで場所まで調べてなくって、そう、待って、もう時間やばいよね、ホラーっぽさはないでしょ、元ヒーターのせいや、それはそう、倫理クイズなら知ってる、何それ、ってことで、そろそろ壇上読もうかな、56分、ありがとう、じゃあそろそろ壇上読みますちょっと待ってね、よし、13位、山津久さんありがとうございます、12位、田中のひろさんありがとうございます、11位、ダースさんありがとうございます、10位が熊根パパさん、熊根パパさんありがとう、9位がひらりはっぱさんありがとうございます、
8が東京 TK 局長さん省略したらありがとう。7位がひなつん、ひなつん見てくれてたのありがとう。6位がズミンさん、ズミンさんありがとうございます。5位がローリンボーイさん、ローリンボーイさんもありがとうございます。4位がニョッキンミルンさん、ありがとうございます。3位がクラッシーさん、クラッシーさんありがとうございます。2位が南光さん、南光さんもありがとうございます。1位が哲司さん、哲司さんありがとう。しまむらかすみに送ってみようかな。次の配信、あでもね、するかも。結構これ本当にこれ嘘じゃないからね、これ嘘じゃないから結構するから見に来てね。おにちゃん配信ありがとう、ありがとう。おにちゃんラリムさん、はい、嘘じゃないからね。みんな配信今月結構するかも。そう結構するかもしれないから、みんな予期せぬ時間とかにするかも、朝とかでも絶対するから。次の配信は来月かな。違う2日後とか1日後、明日するかな。明日待ってね、明日の予定じゃない配信ありがとう、ありがとう。ダースーさんありがとう。結構そう、じゃあ57分、じゃあまあ12時までやるんですけど、もっと頻繁に配信してください。はい、ごめんなさいはい、やります。いやでも本当に今週はってか、あライダーさんありがとう、嬉しい。でも本当に今週はする、今週はというかもう本当に絶対するから、絶対見に来てねみんな。じゃあ絶対見に来てね、やるから。じゃあみんな見に来てね、約束だよ、やるから見に来てね本当にこれもう本当にひむな口だけの人生じゃない、もうやめるから。ひむな本当に、ま、もうやるから、毎日って言おうとした今。まあでもそうできるから絶対見に来てね。そう、クリスマスってやばい、明日海に落ちるヒーター、どういうことあ妹さんね、妹、そう、ちょっと待って、その話もまたしたいから。そうひむちゃん不足がなるほどなるほど。ってことでね、皆さん明日もお仕事頑張ってください。そう明日もお仕事頑張ってね。響と何話したかも教えてね。何の話、響と何話したって何。あやすみゆぽん、あやすみゆぽんいいね。なんか森瀬村な、やめてよ森瀬村なんて。あわにくんバイバーイ。イモース、そうイモースさん、じゃあ見てね。おやすみ、またね。ダイトさん、ひーたん頑張ってね、ありがとう。ダイトさん、ひーちゃんと相性いいのか悪いのか分かんない、多分はん、ま、どうなんだろうね。まあその話もまたしましょう。ありがとう、おやすみなさーい、バイバーイ。髪染めたまひなさんが鬼皮で